皆様おはようございます。時間になりました。アジアパシフィックイニシアチブ上席研究員で、東京大学で、教員をやっております鈴木と申します。今日は API 地形学オンラインサロンに、お集まりいただきましてありがとうございます。このオンラインサロンは、毎月、第2土曜日にですね、この時間に、この開かれている、まあ、アジアパシフィックイニシアチブのこう企画でございますけれども、このオンラインサロンでは地形学、まあ、いわゆるジオエコノミクスですね、ここに、焦点を据えて経済活動がもたらす地形地政学的な意味を、この考えていく、そういう、まあ、場にしたいというふうに考えて、先月より、始めさせていただきました。まあ、今回が2回目になります。でこのオンラインサロンではまあ、こうした、ジオエコノミクスに関わるさまざまな問題を、取り上げていくことで、政策コミュニティ、また日本におけるこの将来の、選択をどうしていくべきなのかということを考えていく、まあ、そういう機会にしたいというふうに考えております。で、まあ、今回、まあ、皆様にウェビナーの形でお集まりいただいているわけですけれども、随時、このお話の中で、質問等ございましたら下の方に Q&A の、ボタンがあると思いますので、こちらの方で質問をお送りいただければというふうに考えております。またこれはお約束でありますけれども、まあ、ここで、表明される意見や内容は、講演者やパネリストの個人的見解で、一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブや API 地形学研究所などこの著者の所属する組織の公式見解を示すものではないということをご理解いただければと思います。で、今日なんですけれども、本日は日本経済新聞の、秋田さん、今はコメンテーターという立場で記事を お書きいただいておりますけれども、日本経済新聞社の秋田さんにお越しいただきまして、まあ、米中関係を中心にお話を、していきたいと思います。まあ、やはり地形学を論ずるにあたってですね、この今や中国を抜きにして考えることはできませんし、また、中国は経済大国として、そして軍事大国として、この台頭してくる中で、まあ、国際社会の中でその中国をどういうふうに見ていけばよいのか、そして、まあ、中国がこう持つこの影響力、これに対してどう対峙していけばよいのか、まさに、地形学、そして経済安全保障という観点で、このお話をしていただけるのではないかというふうに考えております。で、まあ、秋田さんのご紹介ですけれども、秋田さんは、1987年に、この日経新聞に入社されて、まあ、その後流通経済部、政治部、そして、北京支局、ワシントン支局などを経てですね、2009年から、外交安全保障担当の編集委員兼論説委員をなされて、2016年にはイギリスのフィナンシャルタイムズに出向されて、その後2017年にこのコメンテーターというお役職で、また日経新聞の方に戻られてきているということで、まあ、秋田さんのことをご存知の方も多数いらっしゃると思いますけれども、まあ、非常に優れた国際報道の新聞記者として、2018年にはボーン・ウェダ記念国際記者賞を受賞されておる、いらっしゃいますし、また著書に関しても、非常に多数、著されて、いらっしゃいまして、まあ、この、米中関係 を議論する上でですね、まあ、大変ふさわしい、そういう方に来ていただけて、まあ、大変私たちも光栄に思っております。それでは秋田さん、どうぞよろしくお願いします。ビデオはオンに。すいません。はい、すいません。どうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう本当今日朝からですね、土曜日の朝はいつも本当に寝坊なんですが、もうコーヒー3杯目、コーヒー3杯飲んでもう頭を少し冷ましてですね、
もう普段からシャープなので、これ以上シャープになられると、それはそれで私の方がタジタジしてしまいますが。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、やはり秋田さんに、まあ、お話を聞きたいところで言うと、まあ、ちょうど先日ですね、共産党、まあ、中国共産党の、まあ、結党100周年という記念の行事があって、そして、まあかなり大規模なものであったと思うんですけれども、やはりそこで習近平の演説、まあ、こちらの方に関しては秋田さんも共産党王朝なぜ生き急ぐっていう、こういう記事でお書きになられてますけれども、秋田さんはこの、習近平演説どのようにご覧になられましたか？そうですね、まさに人間で言えば時間を待っていれば成長していずれ、優位な立場に立つということは分かっている。それが中国だと思うんですよね。2028年には GDP で追いつくし、まあ、軍事力ももう艦船の数では追い越した。じゃあなぜ今世界を敵に回すようなあんな強硬なことを習近平さんが言わなきゃいけないのか。何でしたっけ、中国に、敵対すると人民の万里の長鉄の人民の万里の長城になんか頭ぶつけてボケがするぞみたいなですね、はい、ちょっとみんな不思議だし、行き急いでるような気がするんですよね。でそこでまあ思い出したのは昔共産党の関係者の人が言っていた言葉で、それが習近平さんの心理をついてるのかなと思います。それは何かというと、まあ、彼はこう言ってたんですね。日本が羨ましいと。安倍政権の時代ですが、安倍政権が何か失敗しても最終的には選挙で負けて下野すればいいだけだ、で新しい政権ができるだけでしょうと、はい、ところが中国共産党は選挙というものを一回もやらないで、そしてずっと人民の支持を得続けなきゃいけないし、それを失ったときは国家が崩壊するときなので、本当にある意味では緊張感が高くて綱渡りで、自分たちもどうすれば、国民が支持をし続けてくれるかということを、不安に思いながらやってるんですよということを言っていました。だからこの習近平の私北京の同僚とその後話したら、英語とかでは一切演説文は出ておりませんで、全部中国語で出てて、だから各社がみんな独自に訳したものが載ってるわけですが、まあ、中国の国民向けにこんなに素晴らしい統治ができるのは共産党のおかげだし、それしか、モデルはないんだよっていうことを言わなきゃいけないという弱さが感じられたというのが第一印象でしょうかね。それでも非常に面白いポイントで、まあ、今のところだけでもなんか深掘りしていくとすごい、たくさん論点が出てきそうな気がするんですが、まあ、一つはやっぱりこう中国共産党が抱えている宿命だと思うんですけど、その、独裁のジレンマっていうんでしょうかね、その独裁を続けるためには独裁し続けなきゃいけないっていう、この国民の支持、国民の声を聞いて彼らの反発を食らうと逆に困る。まあ天安門事件がその、はい、多分典型だったと思うんですけど、場合によってはその武力を用いて、それを抑圧する。でも同時にその弱さの表れでもあるっていうところは極めて、まあ、興味深い点だなと思っていて、じゃあその共産党ってのは本当にじゃあ、権力を持ち続けるために、まあある意味その人、まあ国民の声を聞かなきゃいけない、それはある種の民主的な存在になっていかなきゃいけないのか、それともこれから反発するものに対しては、まあ香港が、まあ、一つのいい例だと思うんですけれども、こう力で抑え込んでいく、こういう多分なんか二つの道があるような気はするんですけど、これってどういう、どっちに進んでいくような話になりそうなんですか？私はもう力で押さえつけていくしかない。力で押さえつけるか、もしくは力で押さえつけないでも共産党ってすごいよねというふうに、中国の国民が満足する対外的な強行、をやらざるを得ないというふうに思います。ちょっとそれでスライドを確か、はい、1枚目のちょっと見てみたいと思うんですが、
まあ、ちょっとだけ見てもすぐまた元に戻りたいと思いますが、これは先ほど鈴木さんが触れてくださった、先日私が書いた記事の、表なんですね。で、まあ、簡単な表なんですが、今まさに質問の答えがここにあると思います。というのは、この毛沢東、小平、江沢民、胡錦涛、習近平というトップを並べてるんですが、左側に主な実績で、右側に負の遺産というのを並べました。で、この主な実績があるから、一応共産党の独裁に対して中国人は、まあ、我慢しながら、まあいいやって今まで生きてきたわけなんですけど、だと思うんですね。で、毛沢東は、これはもう要するに国を作った。もう本当に内戦に歯止めをかけて国を作ったわけですから、立派だよねと。で、小平はその毛沢東が招いた文革の大混乱の中から改革開放をやって、豊かにしてくれた。ところが、江沢民、胡錦涛は何が評価されているかというと、小平路線の改革開放の教えを守って、まあ、延長線上で豊かにしただけ。さらに、で、習近平は、それをいくらやってもですね、多分絶対に毛沢東や小平氏を超えることはできないので、じゃ元に戻しまして、スライドを終えましょうか。ですから、国を作る。まあ、要するに会社を創業する。大企業を作りました。これが毛沢東。で、その大企業を育てて、売上2番目ぐらいの会社にしたのが小平。じゃあ次、それをいくら延長でやっても、多分雇われ3代、4代目オーナーにしかなれないので、そうすると社員は、じゃあそろそろもう社員の意見もちゃんと意見、民主的にやってほしいとかですね、いろんな文句が出てくると思うんですよ。だから、中国は、習近平さんが目指しているのは、国内を豊かにするだけじゃなくて、世界のナンバーワン、要するに業界第1位にこの企業を持っていくということを掲げてやっているというのが現状ではないかと思うんですね。内部の弱さが、対外強硬に行ってしまっているという。それは業界ナンバーワンになるのは、経済的にナンバーワンになるっていうんだったら、多分それなりに時間を待てばって先ほどおっしゃってましたけど、まあ、その中国の今の成長率から考えていくと、まあ、いずれナンバーワンになるかもしれないということは言えると思うんですけど、多分もう一つは軍事的なナンバーワンになるかどうかっていうことだと思うんですが、そこについてはどうなんですかね。やっぱりそこも目指すところなんですか。中国の、歴史の専門家、研究をしておられる、このコラムでも引用させていただいたんですが、岡本龍二、京都府立大学教授がいらっしゃいまして、私、何回かお話を伺いまして、今の質問に対する答えとして、印象的なことを彼は言ってました。というのは、まあ、結論から言うと、軍事も、ナンバーワンにならなきゃいけないということなんですが、西側の西洋の政治モデル、世界観というのは、まあ、善と悪があるとかですね、ある意味二元論というか、2つのひょっとするともっといくつかの価値観がひしめき合って、どれがいいかというのをみんなが選んで決めていく体制、政治体制。中国は中心が1つしかない。中心が、真ん中が中心であると。で、違いはその中心からどれだけ距離が離れていくかという、それが違いであるというのが1点と、あと指導者は天から使命を与えられて、統治するという、そういう、で、天から見放されたら中国は指導者ではなくなってしまうという、そういう中でやっているということでして、特に1個目の、中国が真ん中にある、まあ、要するに中華ですね、が真ん中にあって、秩序はそこからどれだけ離れていくかというだけであるとすれば、やはり経済的だけではなくて、その政治、経済、さらにはその秩序自体を中国が中央から仕切らなきゃいけないので、それが必要であれば、やはり、まあ、軍事力なくても仕切れればいいんですけれども、このアメリカの今の秩序ということを考えますと、やっぱり軍事力でもある程度、影響権を広げざるを得ないというふうに思っているのではないかと思います。そうなると、まあ、要するにこの共産党が一党で支配をする、でそれは国内の秩序を、まあ、ある意味力でこの、こう維持する、
で、その力がそのまま外に向かって延長していくという、まあ、なんていうか同心円的なこうイメージで捉えていけばいいということなんでしょうかね。その全体のこの同心円の秩序を、最終的に中心であるその中華がまとめるという、この、まあ、中華っていうのはこの場合共産党ってことになると思うんですけど、そういうイメージでいいんですかね。はい、まあ、私もですね、ジャーナリストで日々のニュースを追いかけるのが仕事なんで、そういうこう長期なことを、考えなきゃいけないと思って歴史学者などの話を聞くんですが、今の鈴木先生の、まとめでほぼいいんではないかというふうに思います。はい、で、問題はそれが共産党なのか、それとも中華帝国というものの DNA なのかというところで、もっと共産党が崩壊してもずっと中国をそういうことをやっていくのか、それとも共産党が変われば変わるのかっていうの次の質問の命題になると思うんですが、はい、そこでちょっと次のスライドを見てみたいと思うんですね。これは、まあ、よく時事的に、取り上げられるリチャードソン、米インド太平洋軍司令官が、3月でしたっけね、3月の議会公聴会で、アジア太平インド太平洋はもう中国の軍事優位になりつつあるよということを言ったわけですが、で、まあ、そこで2027年までに台湾に侵攻してしまうかもしれないという、その根拠としてこんなに中国が軍事力を強めて、まあ、赤くなっておりますね。この中国の沿岸が赤くなっているっていうことを示している図です。で、今日はまあちょっとその軍事問題別として、この意味なんですが、ちょっと次に、のスライドを見てみたいと思うんですが、これは万里の長城、の地図でして、皆さんもよくご存知の万里の長城をこの北京の上に、右から左に築いているという図です。で、はい、じゃあちょっとスライドを終えまして、要はその中国は何ですかね、こう人間に DNA があるように国家にも DNA があるんじゃないかと思うんですよ。で、私はその別に親から学んだわけじゃないのに、なんか食事の好みとか、私が子供の教えたわけじゃないのに子供がなんか自分と同じように振る舞うとか、もしくはもっと言えば日本は江戸時代はああいう軍事政権で、明治になって新しい政権で、その後戦争で潰れてまた今なんですが、 DNA は多分あって同じようなことやってると思うんですよ。で、中国も、多分もう何千年の歴史の中で、私北京にいるときに駐在してるときに見に行きましたけど、もう今あるのは明の時代 の残ってるのは万里の長城ですけど、もう何千年前だ万里の長城を作って、来たんですね。で、壊れては作る、壊れては作る。で、引き継ぎ事項があるわけじゃないので、王朝かもですね、を作ってるんですよ。で、今 その最初に見せた地図は海に、まあ、よく言われる海に万里の長城を作って、他の人たちが入ってこれないようにしてるわけだし、今はまあロシアとの関係が良くて、ロシアの手前やモンゴルの手前に万里の長城を作る必要はないので、作ってないだけで海に万里の長城を作ると。っていうことは、中国は鈴木さんのさっきの質問に戻れば、ずっと軍事力もしくは物理的な壁を設けて、まあ、同心円で広げていくんですけども、さらにある程度まで行ったらこう入ってこないようにするために、万里の長城も築いて、さらにその外にも行くということを DNA としてやるっていう、そういうところがあるんじゃないかと。で、今我々が直面しているのは日本側の側にですね、日本の側に万里の長城を作られちゃって、もう不幸なことに日本その万里の長城の第一列島線という万里の長城がこの我々の上にこう、ね、追いかぶさってくるみたいな、はい、そういう時代なんじゃないですかね。うん、やっぱりその、まあ、中国がこの第一列島線というのをこう設定して、まあ、いわゆる A2AD と言われる、接近拒否っていう、はい、この、政策を取ってきて、で、また南シナ海にこう、まあ、長い下って言われる形で、この、まあ、九段線って言われるような、はい、まあ、線を引く、こういう、まあ、中国のイメージって、多分その同心円的に中心から広がっていくものの、この、まあ、境目というんでしょうか、あの 外界との接点のところに、はい、まあ、線を引く、まあ、特に物理的な線を引くっていうことで、自分たちの中を守る、で、同時に、外に対してはアグレッシブになるっていうのが、多分まあ中国のこの DNA の中に、まあ、あって、で、それが
我々から見ると、なんかものすごく攻撃的なものに見えるっていうことだと思うんですけど、まあ、それはなんていうんですかね、まあ、かつて米ソ冷戦の時代に、まあ、共産党勢力っていうのは、共産主義勢力っていうのはこれ膨張するもんだと、まあ、ケナンなんかも書いてましたけど、そういうこの膨張するっていうことのイメージと、まあ、バッファーゾーンを作るというか、ある程度のこの勢力圏をこう維持して、でそこのこうなんていうんですかね、自分たちを守るためのバッファーゾーンを作っていくんだっていうような考え方で言うと、中国はこの無限に膨張していこうとしているのか、それともある程度のところで収まって、まあ、第一列島線あたりがこうバッファーゾーン、まあ、つまり日本がっていうことなんだと思うんですけど、そういうようなイメージで捉える方がいいのか、どうなんですかね、この無限の膨張ってしていくものなんですか。まさにそのどちらかによってですね、まあ、テーバってありましたよね、テーバの時代、民の時代ですけど、テーバという船団がアフリカとかあっちの方まで出かけていったというような事例もあれば、今のようにバーリの長寿を作って、まあ、将棋で言えば穴熊っていうんですかね、王様を隅に置いても周りを金さん銀さん格差で固めるみたいな、どっちなのかといえば、実はそれをですね、すごく真剣に悩んで研究している人がしていた人がいて、鈴木さんも名前を聞いたことがあるかもしれませんが、アメリカのペンタゴンに最近までいたアンドリュー・マーシャル、アンドリュー・マーシャルと呼ばれる、はい、まあ、90歳ぐらいまで現役で、つい、数年前に亡くなられましたけど、はいはい、ペンタゴンのネットアセスメント局、というものを作って、超長期予測分析をする部署で、それをやってたわけですね。で、私も一度だけインタビューをしたことがあるんですが、彼が悩んでいて研究していた命題はまさに、中国は膨張するのか、それと守りたいから鎧を作ってるだけなのかということを研究してました。で、それを知るために、彼が当時やっていたのは、明の時代と清朝の時代に強くなった時に中国はどう振る舞うのかと、いうのをこうモデルに研究して調べ上げていたんですが、調べてみました。で、それ調べていました。で、それが1点と、その時の研究を多分担ったと思われるのが、アーサー・ウォルドレンというペンシルベニア大学の、中国歴史学の先生で、バーリの長城という著作を持ってってんですけど、これで有名になった人なんですよ。で、私はその答えを知るために彼に、5、6年前ですかね、インタビューしたことがあります。で、彼が言ってたのは、中国の何千年の歴史で2つのパターンがある。内部が不安定な時に限ってバーリの長城を作ってるらしいんですね、はいはい、内部が不安になるとバーリの長城を作っても入れない、排除する。で、一方で、まあ、躁鬱状態っていうのかな、こう非常に調子がいい時はバーリの長城を作らないで、むしろ自由貿易圏を作ってですね、それで他の国と交易をするっていうんですね、はいはい、で、私それで今思うのは、今交易をしてた時代は小平の改革開放、経済自由特区なんか作ってます。今はやっぱ格差の問題とか、少数民族の人たちとうまくいってないとかですね、体でかくなってるんだけど、内部がもう心臓疾患とか内臓疾患がいっぱい出てきかねないので、強気なんだけど、実は場合の長寿を作る内部が不脆弱な時代に今入ってて、るんではないかという見方もできるかなと思って、で、彼は、まあ、ウォルドレン教授は、今の中国は明や清朝の末期、内部が脆弱になってきて、その鎖国というか、それに近いような体制を取ってくる、そういうようなフェーズじゃないかということを言ってました、うん。なるほど。そこはまた面白いんですが、その内部がやっぱり不安になっているっていうのは、まあ、もう一つはやっぱり今の体制の問題だとも思うんですけど、まあ、先日というか、まあ、バイデン大統領がこう就任したときに、この民主主義対専制主義っていうことを、まあまあ、かなりこう前面に出して、で、この中国との対立っていうのは非常にこう激しく演出したというか、まあ、少なくともバイデン政権の、まあ、見立てとして、この中国との関係はこう専制主義対民主主義であるという、このイデオロギー体制間競争みたいな、そういうこのニュアンスっていうのが、まあ、非常に強く出てきたと思うんですけど、まあ、今
今日のお話をなんかずっと聞いてると、中国は内部が不安定で外に向かっては鉄の壁、鉄の万里の長城を築いて、そして、この国内では専制主義的なこの力で抑え込むというような、このまあなんていうんですかね、体制上こう、まあ、アメリカないしはその西側民主主義国とは相入れないものをになってどんどんなっていくような感じがするんですけれども、こうしたそのイデオロギー的な側面っていうのはもうこうなんていうか変わらないんでしょう。この対立関係っていうのはなんかもう以前は、いや中国が経済発展したら民主化するかもしれない、もっと西側的な価値観をこう許容するかもしれないみたいな、そういう、まあ、ある種の期待はあったんですけど、もうその期待はそろそろ、なんというかついえたのか、まだその可能性はあるのかっていうところはどう見られてますか。そうですね。はい、その前にちょっと今の鈴木さん のコメントを聞きながら、私自身もちょっと悩んでるのは、要は中国は、まあ、ハリネズミなのか、要するに自分を守りたいから針を出してるだけで、別にそのアフリカとかね、中東とかヨーロッパまで出かけてって勢力圏を今一帯一路やってますけど、あれは経済的なもので別に世界帝国になるつもりがないなくて、守りなのか、もしくは守ると同時にさらにその針がどんどんこう出てってですね、逆らったら刺すみたいな感じの、このものすごい巨大なハリネズミがもう地球を覆うような感じなのかは正直わからないところはあります。わからないところはあります。ただ、人間で言えばですね、まあ多分両方ありなんだと思うんですよね。人間、私とか鈴木さんがもしも、自分の精神や、まあ、自分の家庭とかが安定していたか、安定してたら、まあ遠方、町内会でみんなと仲良く、こうね、付き合って、ひょっとしたら、まあ、町内会を仕切りたくなるかもしれないけど、まあ円満にできると思うんですよ。お金持って、人徳が広がって。ところが自分の家庭の中が不安定とか、自分がすごくこう体 の不安定とかですね、ちょっとイライラするじゃないですか。イライラするとやっぱりだけどイライラするんだけど、金は増える、お金は増えて腕力も強くなると、そういう人たちは自分をディフェンシブに守るんだけど、人からちょっとちょっかい出されたりして、お前その家庭内のいざこざ円満にやった方がいいぞみたいな口出しされると余計なこと言うんじゃないよとかですね、あと隣同士のこの庭の境界線で揉めたら円満に解決できないでこう庭取っちゃうとかですね。だから多分内部の不安定というのはディフェンシブにはならないんだと思うんですよ。というのがまあちょっと鈴木さんの多分どっちなのかはちょっと私も今迷うところではありますが、結局は内部が不安定だからハリネズミを、突き立てる帝国は多分ちょっとした刺激を受けてすぐに切れるから、結局はこう針がですねこう出てくるっていう感じなのかなっていうのは、まあ、すいませんちょっと、まずそれが言ってんですね。はいはい、まあ、今のお話なんとなく、まあ、最近いわゆる戦狼外交なんて言われてるような、はい、まあ、あれはこうかなりなんていうか毒のある針みたいな感じがして結構評判中国国内でもやっぱりそのなんていうんですか、ある種の愛国心とかそういうこう、まあ、愛国ムードって今なんか中国でも非常に強まってると思うんですよね。この共産党結党100周年っていうのがあって、でいわゆるこう共産党の聖地みたいなものに、まあ、今特に海外旅行行けないので彼は国内旅行でそういうところ行くところもありますし、こうどんどんこう外に向かって強気で針をこうどんどん出していくと、やれやれもっとやれみたいな、そういうこうある種の愛国主義とかナショナリズムみたいなものっていうのはだいぶこう相乗効果で高まってる感じはなんかちょっとするんですよね。でその意味では、まあ、今秋田さんおっしゃったように、こう国内が不安定になっているからこそそういう外に向かってアグレッシブになっていく、そういう なんていうんですか、まあ現実的なニーズもあるし、それが結果として国内の統治をしやすくする、まあ共産党が統治して、で自分たちの国を守ってくれる共産党だから、こう
外に向けてアグレッシブになれるっていう、こういう多分なんか認識も強まってるんではないかなというふうに思うんですけれども、はい、これは多分一方でこのまあ地形学っていう観点から言いますと、中国はそれでも、まあ、図体は大きくなってますけれども、まだまだやっぱりその世界の工場というか、まあ、例えば日本とかいろんな国からこの部品を買ってきて、で、こう中国で組み立ててアメリカで売るみたいな、グローバルなこの統合された市場とか統合されたサプライチェーンの中に中国はあって、まあ、おそらく中国はそのこれまで、まあ、その習近平以前はまさに鄧小平以来こうずっと自由貿易で、こう成り立ってきたというか、まあ、自由貿易の恩恵を受けてきた国だと思うんですけれども、この経済的なものってこういうアグレッシブになればなるほどだんだんこう難しくなっていくんじゃないかと。つまり今、まあ、トランプ政権の時には中国に対してこう追加関税の形である、種の経済制裁みたいなものがかけられてましたし、今バイデン政権はそのサプライチェーンの見直しということで、まあ、半導体なんかでもこうかなり中国に対しては、まあ、兵糧攻めというか、かなりサプライチェーンをこう分断する形で攻撃してて、中国にとっても結構不利な状態になっていくんじゃないかと思うんですけど、このなんていうんですかね、こうグローバルサプライチェーンに依存している中国とこのアグレッシブな中国っていうのはどう共存するものなのか、はい、ちょっと私もなかなかこの両方をうまくこう説明できないんですけど、秋田さんはどういうふうに見られますか？はい、それの話を聞いたときに、今の話聞いてて一つ思い出したのは、最近あったですね、中国の経済学者っていうんですか、の人が言ってたような気がするんですけども、最近といってもこれちょっとコロナのちょっと前ですかね、対面でね、出張できるような期間なんですけど、こう言ってたんですよね、確かね、こう、かつては中国の共産党の方からのその研究せいというですね、研究しろというテーマは、日本についてはその日米1980年代の日米貿易摩擦とかですね、日本が経済的に台頭して、でアメリカと非常に政治対立が強まっていった時に日本はどう対応したのかっていう、それが一つの研究モデルだったと。ところが今は、まあ、どこまで本当に公式にやってるのか分かりませんけど、今一つ関心があるのは戦前の日本、要はその結局経済的には絶対にアメリカに立ち向かって勝てるわけないわけですよね。だってアメリカに原油を全面的に依存しているわけ、原油や輸入をアメリカに依存しているの日本がなぜそのアメリカに戦争して、しかも勝ち目がないのにやっちゃったのか、なぜそこまで行ってしまったのか、2つの大国はっていうのは密かな一つの研究テーマであると、いう話を聞いたことがあります。で、それは今の鈴木さんの質問にヒントになると思うんですが、国というのは、まあ、要するに中国は経済的に不利だったらば、そのある程度政治的に妥協して、まあ、しかもそれがある意味で主権や領土なんかを伴いがちな、もしくは安全保障上の妥協して経済的な利益を、維持する、すれば、国家というのはそういうふうに行動するんであれば、もうサプライチェーンとかこんな風になっちゃって大変なんだから、少し時間を稼ぐ意味でも中国は冷静に温和な融和な政策に戻るだろうと。これは一つのシナリオ 1。もう一つは、いや戦前の日本っていうのが非常に間違った特異な国なんではなくて、例えばその第一次世界大戦前のドイツとイギリス、欧州もあれだけ経済相互依存があっても、それがまあサプライチェーンでつながっていっても、それをぶち切るような感じで戦争が起きる。で、国家というのはやっぱり経済合理性によって動くんではなくて、なんかどう考えても後から見るとありえないよねっていうですね、経済合理的から、それなのにある意味で破滅的な行動に出てしまうことがあるとする、まず多分ね、両論兵器なんでしょうけれども、それから見ると今の中国はやはりそのサプライチェーンの問題とかそういう制約はむしろ、強硬な、もっと早く急いで自立構成しなきゃ、
半導体も、じゃあアメリカと大和に、うまいことやってその半導体を仕入れられるようにしようっていうんじゃなくて、もうだったらもっと依存を減らすっていう方向に今行ってますよね。あと中国の中のハイテクを輸出しちゃいけない輸出規制、昨年12月出ましたし、そうなってくるとむしろデュアルディカップリングみたいな方向に今行ってて、決して経済的な合理性が対立の歯止めをになるというのではなくて、むしろ逆の方向に、依存をしてるからこそもっと不安になって依存を減らしてい かなきゃいけないっていう、そういうサイクルに働いてるような気がしますね。まあ、おそらく、まあ、これはこれからの話なんで何とも言えないと思うんですけど、その依存を減らすことは本当に可能かっていうのが多分もう一つの問題として出てきていて、まあ、例えば半導体の問題でも、例えば今、まあ、中国は台湾の TSMC とか、そういった半導体の、最先端のメーカーと比べるとまだ劣ってる状態なんですよね。で、それをじゃあ、TSMC からの輸入ができなくなったといって、じゃあ中国が代替で同じものが作れるかっていうと、まだまだやっぱりそこには至ってないし、それを作るための例えば半導体製造装置とか、こう素材とか、そういうものはまた同時にこれ、中国は外国に依存してるわけですよね、日本とかオランダとか。ですから、その依存を減らすという目論見は分かるんですけど、おそらくなんかそれってそんなに簡単なことでもないなと。まあ、言い方を変えると、やっぱり中国はその今まで自由貿易の恩恵を受けてきたわけですけど、それはやはりその、製造工場として、その組み立て工場としてのこの、機能を、存分に生かして、で、そこからこう利益を得てきた、それ自体は悪いことではないと思うんですけれども、で、日本ももちろんそれで大きく中国との関係、経済関係は深めていったわけですけど、これやっぱりなかなかこの、依存を解消するっていうのは なかなかこれ、多分デュアルディカプリングをやろうとしても双方に難しいことだと思うんですね。アメリカはアメリカでやっぱり中国に依存しているところはありますし、なのでおそらくここから先は、我々もっとこう深めて考えていかなければいけないテーマだと思うんですけれども、我々っていうのはその地経学研究所としてもっと深めて考えていかなきゃいけないテーマだと思うんですけど、やはりこれからその、ここまでディープにつながった経済を、こう、第一次世界大戦、イギリスとドイツの話とか、あと第二次世界大戦の日本とアメリカの関係とか、こう戦争でぶち切るっていうのは結構分かりやすいんですよね。もうどうしようもなくぶち切れちゃうんで、今戦争が起こらない中でそれを切ることができるかっていうことは、多分一つ考えなきゃいけないテーマかなと。で、変な意味ですけど、こうじゃあ米中の間で武力紛争が起きた場合は、本当にそれをぶち切れちゃうと思うんですけど、本当にそこまで行くのかっていう、こういうことも多分なんか、なんていうんですかね、ちょっと我々視野に入れて考えておかなきゃいけないのかななんていうふうに思うところはあるんですよね。今の、特にこんなにメッシュ状態でつながったものが切れるのかどうかっていうのはまず第一点の命題なんですが、多分ですね、私も去年1月とか2月にワシントンに最後の出張行って、まさに最大の取材のテーマの一つが、どこまでディカップリングするつもりなのか、どこまでできると思ってるのかと、聞いたんですね、当局者にも。正直言って、分からない。もう要するに分からない。どこまでディカップリングできるのか分からない。ただ、今はあまりにもズボズボに依存しちゃっている。ここまで医療とか、当時はまだコロナ大変じゃなかったですけど、ここまで中国に依存してきてしまっているという状態で、その中国がどうもパートナーにならないかもしれないということなので、どこまで切れるか、ボートの中から水をかき出さなきゃいけないみたいなんですね。どこまでかき出せるか分からないけど、かき出さないとどんどん水が来ちゃうっていうような、ある意味でパニックじゃないんですけれども、切迫感の中で切れるところまで切ってみようって感じで今進んでるんだと思うんですよ。ですから、ある意味では全部切れるわけがないので、じゃあどうなるかっていうと、多分、最初の頃はブルドーザー、トランプは全部引っ剥がせみたいな感じだったんだけど、今、バイデンは多分人間で言えば人間ドックに入れてですね、
どこにポリープがあるんだみたいな。で、はい、この、ここのポリープは切れるねと。まあ、指先はちょっと切ってもいいねと。でもこの心臓の近くの大動脈にあるポリープにメス入れたら血が出て死んじゃうよねとかですね。うん、そういうふうに細かくやらざるを得ないので、トータルでは全部こう切り剥がすっていうことはできないと思うんですが、怖いなと思うのは、やはりどこまで切り剥がせるということを分かってやってるんじゃなくて、うん、いけるとこまで行かなきゃねっていう、この中国への依存することの不安というか、まあ、リアクション、そこでコロナがさらに、コロナがなくてももうすでに始まっていたんですが、はい、コロナがさらにそこに医療やワクチンとかそういったものの、この依存というものが危ないという、追い打ちをかけるような感じで、それを加速しているので、まあ、ちょっと危ない状態って言いますかね、やってる本人もわからないで、いけるとこまで行こうみたいな感じの勢いを感じますね。まあ、そうなるとなんとなくあれですよね、まあ、この先どうなるかっていうのは、そのどこまでやれるかって言ってもう本当にメスを入れてみたらなんか、ああ血管切っちゃったみたいなそういうこともあり得るわけで、結構怖いことをやってるなっていうか、綱渡りな感じはすごいしますし、まだまだこれから予断を許さないテーマになると思うんですけど、まあ、その中でもやっぱり一番大きな、テーマというか、まあ、発火点というか、ここを切ったらやばいぞみたいなところが台湾だと思うんですね。でそれはまあ、軍事的な意味ももちろんそうなんですけど、まあ、中国からすれば、まあ、先日 の、 その習近平演説の中でもやっぱり台湾統一っていうのは祖国 の、 この、まあ、悲願であるっていう、こういう話もありましたし、それはもう多分意図としてはもう常に中国共産党は持ってると思うんですけど、果たして本当にその、何をして勝つのかって、もちろんアメリカはこの間ずっと台湾に対してこのコミットをする、まあ、防衛上のコミットも、まあ、ほのめかしながら武器、まあ、戦闘機撃ったりとかもしてますし、でさらに言うと、先ほどのサプライチェーンの話で言うと、台湾はやっぱりその半導体のやっぱりメッカというか、その TSMC があって、でこのもし中台のこの両岸関係がおかしなことになれば、このサプライチェーン、グローバルなサプライチェーンにもすごい大きな影響があると思うんですけど、まあ、ここでなんか予言をしてくれっていうつもりはないんですが、この中台関係っていうのは どっちに転んでいきそうですかね。ですね、はい、私もこれ予言はできないんですけど、はい、ただまあジャーナリストとして取材をしていて、はい、この問題は結構、まあね、ズームとかでもいろいろ議論にもなりますし、取材をしていた今の感触というと、はい、まあ、デビッドソンの2027年までに中国が侵攻するっていうのは持った発言じゃないか、持ったっていうのはちょっとこうね、予算が欲しいからちょっと切迫感を等身大以上に言ってるところがあるんじゃないかなっていうのがまず第一の印象ですね。で、まあ、実際そのミリー、統合参謀本部議長は今のトップはですね、はい、後日、いや中国にはそういう能力を見てもないみたいな、全く対立する差し引きゼロになるような発言をしているので、まあ、私はその今の時点ではその中国が全面侵攻するという能力は、まあ、いろいろ取材するとないという見積もりが多いと思いますし、だからないだろうと、2027年までにはね、こうもちろんミサイルを破壊し、台湾が独立すると言っちゃったら、はい、もうやるでしょうし、アメリカ軍が台湾に駐留するとかそういう話になったらですね、中国はやらざるを得なかったら多分やると思うんですけど、自分からやることはないと。そうすると考えられるシナリオは、その2027年以降のシナリオは、一つはまあ歴史のアナロジーで言えば真珠湾攻撃型、要するにもう準備して一気にやっちゃうみたいですね。で真珠湾攻撃みたいに突然やる。2番目は露光橋型、要はやるつもりがないのに、はい、小競り合いから日中全面戦争になっちゃった。で3番目が、まあ、これは中台もそうですし米中もそうですけど、3番目がウクライナ型、ロシアのウクライナ型で、なんか知らないけどロシアの政府、ロシア軍の兵士だと思うんだけど、制服はなんか民間の服着てなんかドルドル入っててさらにサイバー攻撃とかで非常にこうウクライナがこう攪乱する中で、知らないうちになんかこう浸透していくみたいな。それでいくと、やっぱり中国が目指すのは真珠湾攻撃型でももちろん露光橋型でもなくて、
そのクリミアやウクライナにロシアがやったような、アメリカ軍が絶対に介入できないような、やったことそれもわからないような撹乱弱体戦略っていうのが、まあ、上策なんじゃないかというふうに思いますし、ひょっとすると今も進行しているあのフェイクニュースの発信とか、そういうのあるんじゃないかなっていうふうに、見といてもいいですかね。今まさにその台湾なんかでもやっぱりこう中国サイドがこう台湾のまあニュースメディアとかあのいろんなこの国内世論形成にこういろんなまあどちらかというとその中国すごいとか中国が素晴らしいとかっていうんじゃなくてまあ今の蔡英文政権がダメだとかあのとにかく台湾の社会を混乱させるみたいなこうインプットをどんどんこうなんか投げ込んでいってそれでこうあの不安定化させていくというかまああのごちゃごちゃになっているところになんかこうスッとこうあのまあそれこそウクライナ型で入っていくっていうまあこういう可能性も多分なんかあるまあその前哨戦みたいなものが今始まっていてまあまさになんていうんですかねグレーゾーンの一歩手前みたいなあの本当このディスインフォメーション戦略っていうのはあのグレーゾーンとも言えないこうなんかあの、仕掛けをしていくまあちょっとどういうふうに名前をつけていいか分かんないんですけどあのだんだんだからそういう色合いが濃くなっていく可能性もあってちょっとやっぱりそこには注意しておかなければいけないのかなというふうに思うんですが、まあ、ちょっと残り15分ということになったので、あのここで、まあ、皆様からあのいただいたあの質問を、はい、あのちょっと取り上げたいと思うんですが、その前にですね、ちょっと先ほどあの細谷先生からですね、あのこの API の研究主幹の細谷さんからツッコミが入りまして、はい、あの先ほどあの京都府立大の奥本先生のお名前あの、が多分間違ってたということで、あの岡本隆先生。あ、そうですか、すみません。岡本先生、はい、申し訳ありません。なんか本当、岡本先生ね、これをなんか今日ぜひ本当は聞きたかったと。でただ、他の授業があるので、あのよろしくお伝えくださいっていうようなメールまでいただいたのに、はい、高橋、インタビュー2回もしときながら、高橋先生です、高橋先生です。はいはい、いやあの私もあの細谷さんからあの突っ込まれるまでちょっと気がつかなかったので失礼しました。それとあのもう一つあのちょっとこれ個人的な宣伝ですけれどもあの、これはあの京都の同志社大学の村山先生があの編集されたあのこう米中の経済安全保障戦略っていう本があの今度不要書房出版からあの出ることになりましてこの7月の17日にあの出るんですが一応私もあのこの序章というところであの書かせていただいておりましてあのこういう、エコノミックステートクラフトと国際社会というこういうあのテーマで書かせていただいておりますのでぜひあのご関心のある方まさに今日 の, あのテーマにも関連するあの書籍ですのであの、ご覧いただければ幸いかと思います。それではあの質問いただいてますのでいくつかあの取り上げたいと思いますが一つは、まあ、先ほどあの、まあ、習近平は第3代のこのなんかナンバーワンを目指すあのリーダーになるしかないっていうことだったんですが、まあ、今この習近平が今度、まあ、2027年、まあ、まで多分3期目をやるだろうとその後のこの権力の展望っていうんでしょうかねこのその今習近平にこのかなりの権力集中が進んでいると思うんですけれどもその権力集中は果たして、まあ、あの小平が亡くなった後あの、まあ、集団指導体制ということで、まあ、一応あのそういう体制に移りましたけどそんな形になるのかそれともなんていうんですかねこれからあのそういう強力なあのこう中央集権型というか個人集権型の体制が続くのか どちらの方向に進むと思われてます。あの多分毛沢東さんが75年時点で毛沢東が死ん で文化大革命が終わって4人組が逮捕されてあの、ね、都市が出てきたなんてことは誰も予測できなかったでしょうからまずあの今の話は今と天気、まあ、今のイメージとしては今の気象図今の天気図、今日の天気図ですね。天気図を見て、その動きから、来年の今日の天気を予測するようなのに近いような、でもそれはやんなきゃいけないことだと
は思います。したがって、今のに対する答えとしては、その天気図がどうかということを言い当てることはできないけれども、習近平は何をしようとし、どうしようとしているかと。で、さらにそれが可能かどうかというふうに分けて考えたらいいと思います。習近平さんの意図は、もう、終身的に死ぬまで最高実力者っていうことでいるつもりなんじゃないかと思うんですよね。ですから、総書記から、まず総書記のまま行くのか、来年、党主席という肩書きになるのかは別としまして、27年、32年になってもですね、例えば最高顧問会議を作って最高顧問に座るとか、小平のように最後まで中央軍事委員会主席だけは小平は手放さないで、マスコミ、それを引退した後も、小平のことを、私も小平が死んだ年に 北京にいましたけど、最高実力者って書き続けたわけですね。もう肉声が全部こうあれすると、いうことで、習近平さんが考えていることはそれに近いことなんではないかというふうに思います。それは多分自分自身がもう皇帝として君臨しなければ集団指導体制では、統治できない。それはエゴというよりは、2012年でしたっけね、習近平さんが国家主席になる前後のあたりに、ソ連崩壊のドキュメンタリー、ソ連が崩壊したドキュメンタリー映画ですか、記録映画を全幹部に見せたっていうんですよね。で、全幹部に見せて、で、これを教訓としろって言ったわけですから、そういう意図であろうと思います。ただ、それができるのかっていうと、もう散々そのハレーション、もうプランドコンっていうか、そのプラス面とマイナス面っていうだけ取っても、マイナス面もどんどん出てくるでしょうし、パージされちゃった人大勢いるんで、そうすると形としては、そのスターリンが死んだ後、スターリンが圧倒的な圧政を引いて、死んだ後にクルシチョフが出てきて、秘密演説をやって、一応集団指導体制に行こうとする、あのような形に存命中に起きるか、存命中に何らかのクーデターとか、もしくは政変っていうんですかね、起きるか、もしくはスターリンが、もう死ぬまでずっとスターリンは、あるいは死んだ後ですから、行くか、そのどっちかなんですかね。すみません、もう答えになってなくて。いやいや、もうこれは誰がどう、誰に聞いても多分なんか答えは分からない世界だと思うんですけど、少なくとも2027年まではっていうのは、およその、多分コンセンサスで、当然次3期はやるだろうっていうところまでは分かるんですけど、その先っていうのはなかなかやっぱり分からないかなとも思うんですけど、もう一つ質問、質問なんかすごくたくさん来てるんですけど、次の質問で、中国が超大国としてのこの地位を築こうとしている一方で、WTO とかその気候変動なんかでは、途上国っていうこの地位を主張し続けてますよね。で、このなんか矛盾というか、このなんていうんですかね、名を取って身を取る、なんでしょうね、ご都合主義的なアプローチっていうのは、これは今後、やっぱり名実ともに大国になっていくのか、それともこのまま都合よく途上国って言い続けるのか、どちらだと思われてます？もう、はっきり言って、どっちが得かっていうことで、考えれば、サイズはでかいから、発言力は多いよ。でも国内の、1人当たり GDP とかですね、国内はまだ貧困撲滅したとは言っても、まだ貧しい地域もあるので、自分たちはやっぱり途上国の側に立って発言する権利があるっていう。これを両方使い分けた方が絶対得だと思うので、それは WTO も温暖化も途上国待遇というものにもう剥奪しない限り、僕が中国だったら絶対に維持しますよね。で、確か数年前にも EU が、中国を途上国ステータスというのは EU との関係において、見直そうとした時に中国が猛反発をして結局できなかったっていうことが確かあったんじゃなかったなと思うんですが。で、じゃあできるかっていうと、国際 WTO はもうコンセンサスで決めなきゃいけなくて、中国は多分たくさんの票を集めて言えば、アメリカや欧米よりも有利でしょうから、今の WTO の枠組みがある限り変えられないっていうことになるんじ
まあそうでしょうね、まあ、既得権益化しているところは多分間違いなくあって、まあ、おそらくそれは、まあ、なんていうんですかね、この制度的な変更をやるとなると、制度内の手続き上の問題も多分あると思うので、まあ、中国は既得権益としてもう永遠の途上国みたいな、そういう、こうなんかステータスを維持する。まあこれはね、安保理常任理事国なんかも多分そうなんだと思うんですけど、まあやっぱり制度を国際制度にしてしまうとそういうところがあるのかなというふうには思いますね。まだまだ質問たくさんあるんですが、まあ今後の国際関係で価値観外交っていうのがまあ一つ出てくる。でアメリカはこの中国に対して民主とか人権というようなことで、この戦おうとするわけですけれども、中国はこうしたその価値観自体をまあ無視して、まあ、西側の価値観を無視して自らのその独自の価値観、まあ、場合によっては例えばそれこそ専制主義同盟じゃないですけども、そういうこの、まあ、一帯一路なんかでもやってるのも一部やっぱりその、その人権の問題とかを問わないとかそういう専制主義的な国家との関係を深めていくとか、まあ、そういうことも部分的に見られるわけですけれども、こういうような多分なんか世界が価値観に基づいて2つの同盟化していくようなことっていうのはあるのかどうかっていうあたりはちょっとまあこれからその先ほど、まあ、中国は外に向かって出ていくっていう時に中国って正式な同盟ほとんど持ってないんですよね。で一帯一路も経済的なつながりだっていうのは先ほど秋田さんおっしゃった通りだと思うんですけど、これどんどんこういうなんか価値観同盟みたいなものっていうのを作っていくような、それこそ途上国のリーダーとしてみたいな感じのそういうことってやっていくと思われます？多分中国はそのイデオル、ソ連、まあ、どこまで本気だったか別にして、その中国的なその専制主義モデルを輸出してお仲間をいっぱい増やすということに血道を上げているわけではないと思うんですよね。そうじゃなくてその欧米が仕切る、今のままだと欧米が仕切、今まで欧米が仕切ってきてさっきの万里の長城を超えてですね、そのオレンジ革命、ウクライナのオレンジ革命なんかを見ても万里の長城を超えてイデオロギーが注射器で中国の国土に打ち込まれてですね、で共産党が崩壊すると、でソ連が実際崩壊したというのを見てるから、そのある意味ではイデオロギーの万里の長城を拡大することによって、その仲間をいっぱい増やすことによって地球上を全部その中国式に染めたいというよりは仲間をどんどん増やして押し返していかないと、西側のそのイデオロギー対立というか、イデオロギー対立、中国が押し込まれると。でもこれはもうキリがないわけですね、国境がないから、というふうに思うんですよ。でこれはじゃあいいかというと、自分を守るためにクマがですね、自分の子供を守ろうと思ったらもう身を挺してでも敵をこうね蹴散らすというか、自分を守ろうとする時のアグレッシブな行動っていうのはやめたら自分が危ないから止まらないんじゃないですか。なんか贅沢でちょっとこうもっと世界一になりたいなと思ってるんだったらダメだよって言われたらやめるけど、だからそういう意味で中国のイデオロギーの万里の長城というのは、軍事の万里の長城は第一列島第二列島線で止まるかもしれないけれども、イデオロギーの万里の長城は中国のイデオロギーを内政的にですね、共産党体制をシェイクしかねないような、存在がなくなるまでやらないと止まらないっていうか、多分そういう不安があるんじゃないかなっていう。でだからこう AI ですか、スマートシティという名のもとに、はい、トゥールキッズもね しちゃってるっていう、はい、まあ、これはビジネスもあるんでしょうけど、そういう、まあそうですよね。だからそのまあこの AI なんかの話なんか特にそうで、やっぱりこうテクノロジーにそういう価値観みたいなものが乗っかっていく、例えば顔認証ですよね、はい、こういうのもいわゆるサベランステクノロジーって言いますけど、はい、この国民をコントロールするとか管理するとか、そういうのがいいことなんだというふうなこう
論調を作っていくみたいな、まさにイデオロギーの万里の長城っていうか、そういうようなこの国際的な機運みたいなものを作ることで、あの民主主義じゃなきゃダメだみたいな、そういうまあ西側からの民主主義国からのこの圧力っていうのにこう対抗する、対抗すると。でも多分だからそれはあのなんか最終的に中国が安心するのは世界中が中国の価値観を受け入れるっていう状態なんだろうと思うんですけども、おそらくそういうことはありえないと思うんですが、ただそれである限り常に不安であるっていうことだと思うんですよね。だからその不安、まあこれあの秋田さんもあの記事の中で書かれてましたけど、自信と不安がやっぱり共存している存在っていうのが今の中国だというのは私もすごく共感していて、その非常に、この自信がありながらもやられるかもしれないっていう、こう被害者意識とかそのやられる不安っていうののこのせめぎ合いで、こうどうしても強く外に出ていかないといけないっていう、こういうところがあるかなというふうに思うんですが、あのちょっと時間ももうああの過ぎてしまって、私は皆さんよければ別に時間大丈夫なんで、すみません。そしたらあの大変面白いというか、まだまだいっぱい質問が来ていて、抜けなきゃいけない方はまあ抜けられて、はい、もしもよければあの続行してください。はい、じゃあすみません、あの少しお時間をいただいて、はい、あの追加で質問させていただくと、あのロシアに関してなんですけれども、うん、まあ、やっぱりあの中国はその、まあ、ロシアとの関係っていうのが、うん、まあ、非常に今同盟というか、あのある種のライクマインデッドではあると思うんですけれども、しかしこうなんかがっちりとしたこう関係ではない、なんとなくこうお互いに騙し合いながらというか、こう距離を取りながら、それでも協力できるところは協力するみたいな、そういう感じにはなってると思うんですけど、これが、まあ、プーチン政権だからそれができているのか、まあ、場合によっては例えばプーチンがいなくなった後もうこうした中国との関係、中国ロシアのこの関係っていうのは、まあ、これからそのより強い同盟になっていくのか、それともこう牽制し合うような関係になっていくのか、いろんな多分方向性があると思うんですけど、この点については秋田さんどういうふうに見られてますか。はい、一つのこれもいくつかの、単線シナリオではやっぱりなかなか予測するのは危険だと思うんですよね。で、まあ、2つ可能性があるのと思うのは、1つはもう今中国とロシアの力関係っていうと GDP でもう10分の1ぐらいですか。このぐらいですよね。ですよね。人口10分の1、GDP10 分の1。で、ロシアの国防費って日本の防衛予算よりちょっと高いぐらいだから、ある意味ではもう国力でいうと圧倒的に多分もうどうしようもないんですよね。ですから、現時点ではもうジュニアパートナーになりたくないけれども、その中国との関係を緊張させた時のマイナスが多分すごく大きすぎて、でそんなことするよりは中国も一応対等に扱ってくれるし、中国はエネルギー買ってくれるし、同時にアメリカと一緒に アメリカに対抗してくれるから居続けると。その結果シナリオ1はこの居心地がいい事実上のジュニアパートナーなんだけど、まあそうはならず、それはこう見せないで偽装、仮面夫婦的な感じで、でもずっと結婚状態が続いていく。でも考えてみたらもう本当に親子以下のこの差が開いてもうそうなっちゃうねっていう。第二シナリオはやはりそのロシアもその今アメリカとの関係が非常に悪いからあれですけども、バイデンと、ね、プーチンが会談して、で少しこう一息つけるようになってきて、で、まあ、プーチンは多分もうこの路線で行くのかもしれませんけど、新しい指導者が出てきた時にこのままじゃ本当に中国の属国みたいになっちゃうよねっていうことに対するバネが働いて、再びその、まあ、親米とかにはならないと思いますけれども、再び地政学的にもうちょっと均衡の取れた行動に出始めるという可能性もあるとは思うんですね。ただ、うん、だこの両それもあると思うんですよ。ただそれが手遅れになるかどうか、もう手遅れでもう1のオプションがどんどん可能性が強まっていくような気がするんですよね。はい、このままいったら。だけどそれが手遅れにならないうちにもうちょっとこう中国への依存を減らして、
その余地を残せるかどうか、それは残してくれた方が日本にとっても、いいと思うし、まあ、バイデン、ワシントンでもそういう議論がありますよね、ロシアへの対応で。はい、もうロシアは A、1シナリオだからもう無理だよっていうのから、第2シナリオに少し投資すべきだっていう論争が今、まあ、ありますけれども、そんな感じですかね。はい、まあ、次の質問で最後にしたいと思うんですが、はい、まあ、これまで中国の DNA っていうことを、まあ、何度もこの話の中で出てきましたが、米国の DNA っていうのはどうなのかっていう、まあ、そのアメリカはやはりこう中国の台頭に対するこの脅威とかこの、懸念っていうものを、まあ、感じていると思うんですけれども、そのアメリカがまあこれまで歴史的に中国との関わりっていうのは、それこそ門戸開放政策以来、こう中国を開放させていく、でそれによってまあまあ植民地勢力とか外部のこの影響を中国から排除して、まあアメリカもこの参入していくんだという、こうどちらかというと、まあ多分トランプ政権以前までは中国との関与政策とか、この中国社会、中国経済との連結の方を多分なんか長いこと、まあ、中国はアメリカは意識してきたんじゃないかなと。で、ある種の、まあ、なんていうか甘さっていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、このアメリカの、まあ、特に東部エスタブリッシュメントの人たちは中国に対するこうどちらかというと好意的な部分もやっぱあったと思うんですけど、それがまあ今ちょっと変わってきてるようなニュアンスを私は感じていて、それがまあこれからこれをもうだからその DNA の転換点っていうんでしょうかね、そのアメリカのこれまでの長い米中関係の歴史のこうなんか転換がこれから起きるのか、それともやっぱり DNA としてなんかこうやっぱり中国とは仲良くしたいっていうのが出てくるのか、はい、そこはどう、これからどうなって、いや面白い、まさにこのサロンのテーマに関わる質問だと思うんですが、はい、結論は私は DNA は変わらないんだけれども、うん、行動が190度から180度変わっていく。 DNA は変わりませんけど、人間だって行動が昨日まで好きだった人と喧嘩になっちゃうとかですね、はい、それ DNA が変わるからじゃなくて、なんか環境変わって人間関係って変わるので、それはあると思うんですね、あると思います。で、米国の DNA は私は2つあると思います。1つは西へ西へと出てきたがる、うん、要は、メインフラワー号に乗って、まあ、西っていうか、まあまあ、それはちょっとまあ、メインフラワー号に乗って、右から左に近い地図で言うとそれでこのプレマスですか、私も行ったことあるんだけど、メインフラワー号が、ね、上陸した、はいはい、あそこに行って植民地をちょっと作るっていうか入植地を作りました。でそこで事足りないでカーボーイの世界でどんどん西へ進むわけじゃないですか、はい、西に進みます。そうするとカリフォルニアで本当は終わるはずなんだけど、でそこで終わらないでどんどん西に進んで、その結果ハワイを併合して、はい、さらにフィリピンを併合してみました。それでさらに出てみたら鎖国している国があったから、黒船でちょっとお前もオープンにしろと言われて、江戸幕府もオープンにする。でさらにもっと出てくるのかと思ったら南北戦争が起きて、一回 DNA をちょっとしぼんでですね、まあ、大雑把に言うと、それで西に出ていけなくなっちゃったんだけど、もう一回南北戦争から立ち直って国が豊かになって西に出てこうとしてみたら、そこにいたのがこう日本がですね、まあ、ヨーロッパの国もまあその疎開地とか ABC の国がですね、ABC が B、ブリティッシュと、まあ、今あれですね、欧州列強がいろんな植民地を作ってた、はいはい、それもけしからんけど、どうも日本もなんかその、エクスパンションしてるじゃないかということで、そこからその日本のエクスパンションとぶつかって戦争になっちゃったと。で戦後はじゃあ今度はどうかというと、ソ連がいるからやっぱり西にまた出てくということでですね、出てきたと。でソ連が崩壊してその西に出てくる、DNA が一時的にちょっと弱まったと思うんですね。クリントン、ブッシュ、オバマの時代、軍事的に。ところがその南シナ海を埋め立てて7個の人工島を作ったあたりから、
あれはオバマが起こったんじゃなくて、アメリカの DNA、アメリカの戦略的本能が刺激されて、それでリバランスが起きて、戦後初めてオーストラリアのダーウィンに駐留するし、フィリピンにも駐留するという、そのアメリカの戦略的 DNA が刺激されちゃったのかなと思うんですね、中国によって。ソ連、日本、ソ連、中国と。やってることは西に出てきて、これが一つの DNA で、もう一個の DNA はナンバーワンじゃなきゃ気が済まないっていう。この DNA は覇権国から転落したら消えるかもしれないんですけど、今はもう絶対西に、そのなんか仕切、俺が仕切らなきゃいけない西に、こう覇権国が出ることを許さないっていう。そういう手順で、こうアメリカの DNA が進んでるとすると、まあ、今、全くまさに DNA に沿った、やり方をしてるんですけれども、まあ、おまけ的に言うと、この南北戦争に近いと言われるこの準内戦、内戦がですね、アメリカの準内戦に近いようなこの分断が、この江戸幕府を解放させた後に、一回、こう、ちょっと停滞した西への進出というものを鈍らせるのかどうかが、ちょっとここは私、よくわからないところではあります。まあ、歴史は繰り返すわけではないので、同じようになるかわからないんですけど、ただよく歴史は韻を踏むっていう、まあこれマーク・トウェインの言葉ですけど、いうので、こう、まあ今回もやっぱりそのアメリカ国内の分裂が、こう西へ向かっていく、このエネルギーをこう削いでいくっていうような、まあそういう、まあ可能性もあるでしょうし、まあでもおっしゃる通り、やっぱり、まあ、中国のこの南シナ海、東シナ海へのこのエクスパンションっていうのが、かなりやっぱりアメリカを刺激していることはまあ間違いないと思いますし、まあ、それによって、まあ、台湾に対するこうリエンゲージメントっていうか、再度のこのコミットメントもするようになってきてますし、まあ、フィリピンにもこの、まあ、オーストラリアのダーウィンにこの海兵隊を置くとか、そういうのも含めて、かなりやっぱりこうアメリカが太平洋に向かっていく、まあ、これまでは冷戦の時は大西洋を向いていて、でやっぱり、まあ、大西洋というか北極海というか、まあ、とにかくその太平洋っていうのは、まあ、言ってしまえばどちらかというと後ろ側だったのが、まあ、オバマのリバランスは口ではそう言ったけれども、まあ、必ずしも十分に太平洋を正面に据えたっていう感じはしなかったんですけど、まあ、やっぱり、まあ、トランプ政権、そして今のバイデン政権はもうアフガニスタンからの撤退も含めて、もう中東、ヨーロッパ、ロシアのフットプリントを軽くして、とにかくアジア太平洋に向かっていくという、こういうなんかやっぱり正面に据えてきたなっていう感じがすごくするので、そういう意味では、まあ、まさにそのアメリカの、なんていうんですかね、この、冷戦前の DNA がこう蘇ってきてる部分っていうのは、若干あるのかなという感じは、まあ、してはいますが、まあ、それが結果的にアメリカの戦略をどこまで、この、なんですかね、まあ、その中国に対してこう、まあ、今はこのナンバーワンの地位から降りないようにするっていうのが多分な、まあ、一番の目的なんだと思うんですけど、それがこうどこかの段階で中国のその不安みたいなものとのこの接点が生まれて、でやっぱりこう火花が散るようになるっていうのは、やっぱり今一番懸念されることなんだろうなというふうに思いますし。まあ、我々はそうならないことを祈りつつ、でもそうなった時のことも考えながら、まあ、特にそれが多分台湾有事っていうことで、まあ、最近議論されることだと思うんですけども、そういう想定をいろんなシナリオを考えておきながら、まあ、勉強していかなきゃいけないんだろうなというふうには、思います。まあ、最後にあれですよね、日本の DNA ってことも考えた方がいいかもしれませんね。今日は DNA の話が多いんですけれども、日本の DNA っていうのは多分アダプティブステート、アダプティブ、適性、適応国家っていうんでしょうかね。こうだって、危なくなったら鎖国もするし、いざとなると今度欧米に門戸を開き、で自分が強くなったら欧米を敵に回し、叩き、戦い、
アメリカと戦って、でもその後負けたらアメリカと同盟を組む。全く脈絡ないんだけれども、実は脈絡は環境に応じて適応していくってことなんでしょうね。ロシアが出てくればイギリスと同盟を結ぶ。力の空白があると思えば自分で出かけてって中国に満州作っちゃって失敗するとかですね。全部がうまくいってるわけじゃないんだけれども、失敗もいっぱいあるんだけど、日本っていうのはやっぱすごく周りを見回して適応していこうとするという、まあ、そうですね。まあ、言い方を変えると、なんとなくこう、なんかプリンシパルとか、もこう、戦略とか、自分で何かを組み立てて、それを推し進めるとか、押し付けるとか、そういうことはなかなか難しくて。贅沢が許されないんでしょうね、その我々のような島国っていうか、こうアイランドの国っていうのはね。まあ、でも、その適応国家というか、アダプティブステートであるっていうこと自体は、もう、なんていうか、その島国である日本の、まあ、ある種こう定めみたいな部分もあるのかもしれませんけど、ただその中でもやっぱりいいアダプションっていうか適応と、多分悪いそうです適ね。応っていうのがあって、まあ満州国作ったのなんかは、まあ、多分悪い適応の部分だと思うんですけど、やっぱりそこをクレバーにこの立ち回れるかどうかっていうのが多分問われるところだと思うんそうでですすよね。ね。だから DNA はそうであっても、まあ一つの家系の中でも優秀な人もいれば、そうでない人も出てくるので、やっぱり同じ DNA でも、やっぱりちゃんとクレバーな そうですね。その DNA を持ったクレバーな人が出てくるっていうのが、やっぱり大事なのかなというふうには思いますけれども、はい、ちょっとまあ、今日も長くなってしまいまして、本当に秋田さんのお話は尽きないというか、まあ、聞いてる皆さんもたくさん質問を寄せていただきまして、やっぱりそれなり、まあ、この問題、すごくやっぱ関心が強いなというのと、またやっぱり私としても、なんかもう話を聞きたいこといっぱいあったので、いろいろ聞いてしまいました。本当に、今日はもう米中関係ならず日本の DNA まで語っていただいて、なんか本当にどちらかというと、こう、なんていうんですかね、生物学者になったような、そんな気分で、いろいろと国際関係の読み解き方っていうのを、まあ、勉強させていただいたというふうに思ってます。大変楽しい時間を、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。一応来週じゃない、来月なんですけれども、8月の、この、地経学オンラインサロンでは、アジア経済研究所の、川上桃子さんをお招きして、台湾の半導体産業の話をしたいと思います。川上さん、ご存知の方多いかと思いますけれども、台湾の専門家でいらっしゃいまして、特に半導体、まあ、TSMC の問題ですとか、TSMC を含めたその台湾の、半導体産業のエコシステムに、大変お詳しい方ですので、今日の、話の中にも出てきましたサプライチェーンの問題とか、そういったことをより深掘りして聞きたいと思っております。ぜひ、お時間のある方は来て、8月の14日、ちょうどお盆の、時期で、大変恐縮ですが、もしお時間があれば、こちらの方、8月14日に、またお越しいただければと思います。本当に今日は秋田さん、どうもありがとうごどうざいもまありしがとうごた。ざいました。はい、ま勉強になたりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしはい、ます。どうも。それではこちらで、オンラインサロン閉じさせていただきたいと思います。ありがとうございました。失礼します。失礼します。